恐怖と笑いっていうところでまたちょっと変わってくると思うんですけど、そういうところが伝わればいいんじゃないかなっていう、僕は非常に嬉しく思ってます。ということはこれを舞台化を SET に任せてよかったなっていう感じですかね。そうですね、最初ごねてなんですけど無理やり言わせたみたいで、今となっては本当にっていう、非常に楽しみに、思ってます。今回のバイオロイド0年の主要人物として、活躍してくれることはお約束できます。よし、どんでも勝ちましょカプコンのファンクラブの皆さん、三宅裕司です。今回ですね、我が SET が、バイオハザードを舞台化するんですけれども、本当にもともとこのゲームソフトにあるテーマをですね、さらに SET なりに、大きなテーマにしましてですね、ミュージカルアクションコメディという、まあ、笑いながら、バイオハザードをやったことのある人なら本当に、より面白く見れるような、ミュージカルアクションコメディの舞台を作りたいと思っておりますので、ぜひともですね、チケットを買って、劇場に足を運んでいただきたいと思います。必ず面白い作品を作ってお見せしたいと思っております。よろしくお願いします。それでは、今回の全国7大都市のオーディションで、優勝しました、舞ちゃんに何か挨拶していただきましょう。マイクを自分で持ってください。持ちます。はじめまして、大根舞です。今回の舞台はきっと面白いものになると思うので皆さん見に来てください。はい、お願いします。ねじゃないんだよ、この野郎まだまだ未熟な舞ちゃんですが、これからいろいろな場所で活躍すると思いますので、舞ちゃんの方の応援もよろしくお願いします。こんにちは。バイオハザード SET 全国新人オーディションでグランプリを受賞しました劇団スーパーエキセントリックシアターの大根舞です。待ちに待ったバイオハザード SET バイオロイド0年が今日ここ東京芸術劇場から初日スタートしました。バイオシティの警官バローズとアナライザーの活躍でゾンビを壊滅することができたんだが、あれから9年、再びゾンビが出現したという噂が聞こえてきた。バローズ、敵に隙を見せるとはお前の腕に落ちたもんかな、ならんじゃ。それではバイオハザード SET バイオロイド0年の制作プロデューサーである劇団スーパーエキセントリックシアターの山崎さんを紹介したいと思います。どうぞ。いいの？もういいの？あ、山崎でございます。いや、始まっちゃいましたね、東京の初日が、ね、どうでした？ねえじゃなくて。面白かったです。面白かったですか？泣きました。え、泣いた？感動した？しましたよ。あ、そう。あ、話しちゃダメです。いやいや、いいんですよ。あ、いいんですか？泣きましたって。カプコンフレンドリークラブの皆さん、どうもこんにちは、三宅裕司です。いや、私も今ね、公演を見たんですけどもね、いや、今回やはりなかなか出来は素晴らしくいいです。というのはですね、我々年寄りがあんまり出てませんから、若い人ばかりですからね、もうこのキレが違うんですよ、体のね、ですからもちろんミュージカルアクションコメディですから、ダンス、歌、それから楽器の演奏なんかもありますしね、そして、もちろん得意のアクション、これも随所にあります